YouTube で、ギリシャ、ギリシャ、佳子さまが訪問された、件で、これね、動画再生ボタンを押してるんですけども、回らない。で、証拠を押さえてる。で、証拠を押さえたら、こうやって映るようになってる。先ほどまで、1分ほどかかる。実はね、この記念式典の時よりも明らかに、若い頃の顔、金色の着物を着ている時に、会見されてた時があったので、多分5、6年以上前からギリシャに何度も訪問してたんだと思いますよ。面倒に。パパ、どう怒る、プル、プルプル震える。そう、この台のところで、金色の着物を着ていたから、だから、コームが抜けてる。ウィキペディアの一覧表から。さっき口で分かってるっていう、動きをしてたんですけども、隠蔽側だったと。エネルギーの残存量、エネルギーの残存量問題。ああ、ちょっとこっちが、音声しっかり出しなかったから、普通の人聞こえないですね。でもまあ僕の声を聞いていた方が口の動きを見た時に、ああ言ってるなっていうのはわかるかと思うんですけども、今ここ音声クリックして押してるんですけども、なかなか音声が出なくなってる。本当は、もともとアフリカだったティカット、環太平洋だった TPP、アジアの方だったら、ASEAN、まあヨーロッパだったら EU と、まあそういうふうな形で各地域に分けて外交とかもともと行ってるんですよ。で、それエネルギーの残存量問題からなんですよ。近場近場のところで、ある程度の距離で皆さん集まってと、東アジアは東アジアでと。そういうふうな形にしなかったら、もう往来がもうとんでもない数なんですよ。1年間で何百万人、行政関係の人間だけで。それは1日滞在するだけで、カウントは、1人なんですよ。だから10日間滞在したら1人の人間が10人というカウントの仕方です。だから10人で行くと10日滞在するだけで100人です。今もう勝手に自動で音声が大きく聞こえるように、本当の話だ。まず AI が、妨害してきて、皇室を守ろうと多分してるんだと思いますよ、 AI が。で、その機能が逆に皇室の人たちを苦しめることになる。皇室の人間だけが圧倒的に優位なルールを作ろうとしていた。だから国連が必要になると。その方程式を見破れなかったら、ずっと食い物にされるんですよ。睡眠時間から寿命から何から何まで。生きてる年数見たらわかりますよ。例えば総理、安倍晋三さん、これは安倍晋三さんと仲が良かったから忌憚のない意見を述べれるんですけども、安倍晋三さんが亡くなったことになっているのは、母親の介護のためです。95歳で亡くられたみたいなんですけども、母親の介護で岡山県に戻ったと。まあ、岡山県だと思いますよ。その、親がどこに住んでるかまだちょっとよくわからない。さすがにあれだけのお金があったら他のところに転居したりできるでしょうから。
95歳まで生きてる人間なんかまずいない。じゃあ上皇天皇たちをどう見るか、昭仁様と美智子さん、それをこの間見破った動画をアップロードしてるんですけども、それ言わなかったら自分が寿命を取られます。で、厄介なことに、春山整骨院には田中真紀子とかが出入りしてました。もともと議員とかで捕まった家系の人間がもう一度選挙に出てきてる時点で変でしょ。古代のギリシャが今の日本にも息づいていることを感じます。要するに金と権力と癒着の世界で、そのがんじがらみの世界からみんな抜け出そうとしなかった。これね、みんなギリシャ語だからどういうふうに会話がされているかなかなか分かんないですよ。コメント欄とかで、けなしてるように言ってる人たちが見受けられるかもしれませんけども、これ違うんですよ。向こうも結構なこと、いい加減なこと、ふざけるようなこと言ってること結構あるんです。こういう人は僕と同じく犯人探し、まあ、この名前の人もなんかね、どういう意味なのかちょっとよく分からない。まあ家計をたどっていった時にっていう話もあります。まあそれはちょっとね、このゲームを僕も正式に戸籍謄本、原戸籍謄本6代前まで遡ってみなかったらよくわからないんで、文人様の家系のことです。貴重な壁画の研究と修復には日本の研究者も関わってきました。また全ギリシャ体育協会柔道クラブでは、小学生から大人までの幅広い年齢層の方々が日本発祥の柔道に取り組んでいると伺っています。人口規模で言いますと日本4000万人いるかどうかなんですよ。1億2000万人の話は朝鮮半島と台湾と満州国併合してた時期で、そこからずっと少子化始まってるから、僕は生まれてくる前から。じゃあ今もっと人数少ないはずなんですよ。朝鮮半島プラス日本プラス台湾プラス満州国で、もう今本当は7000万人ぐらいかもっと下回ってるんじゃないですか。みんな1億2000万人って、自分が子供の頃から1億2000万人でずっと数字変わってないこと気づいてます？これが政府の実態ですよ。裁判所の裁判官だった人間とかが国会議員になってるんですよ。まあこの人は多分エネルギーの残存量問題分かってないからこういうコメント書いてるんでしょうね。日本にお越しになり、誰か教えてあげてる人いるのかどうか。私の両親が親しくお話をさせていただきました。ギリシャと日本の地域の交流を、この人たちのこのコメントは多分テレビ見て洗脳されてる人たちでしょうね。いらないです。ね、公務行った時にどんなことしてたか、もう皆さん知ってるでしょ。ここでこれ次見てみましょうか。現地時間の26日、これ前からもう見に行かんといてって言ってるんですけども、見に来てるんですね。で、これ見に行ったところで世の中の役立つと思います？これなんか補修工事始めるとか言い始めたから、いやエネルギーの残存量問題あるからいらないいらないと、無余計な労働力と余計な行動だからもういらないと言ってるんですけども、建築業界が動き始めて、だから自分の国で、止めることができないんじゃないですか。こっちも同じだから。でこれね、動画もたくさんアップロードして、されて、僕との話の受け答えの映像が出ていた内容っていう証拠は出てこなくなってるんですよ。途中でとぼけ始めて、いや、あちらから言われたから来たはずなのにと言い始めたんですけども、それ言い始めたらもう終わり。なぜなら、
お金公務員同士で、行政同士で金回し合って招待状出して旅行費出してめちゃくちゃ、あちらから言われてっていうその映像、どの動画か分かんない、いっぱい動画上がってきて、これは多分ごまかしたいんだと思う。本当に金色の着物ってこれのことじゃないですよ。もっと若い頃の顔だから明らかに分かるから。でこれ何してるかって言ったら、あ、一応ね、黒服着てる人間、もともとエロ業界側の人間が多数占めています。もしくは、お金関係でよっぽど悪いことをした人間。この真ん中のものも偉そうな口調で、先ほどのね、通訳に出ていた黒服スーツを着ていた女、この辺りを歩きながら、敬語なしや淡井圭介に、私だったら会わせてあげるけども、とか、なんかわけのわからんこと言ってきたんですけども、それこそ言ったら終わり。僕ならギリシャ行くのやめさせますね。国民が決めなきゃなんない。税金を身勝手に使える人間ほど厄介なものはない。見てみ、日本。人口ずっと減ってるのに、東京ビル高くなってる。大阪も。神戸も。エネルギーの残存量問題だから何も考えてないから。国会議員の正体。建築業界とか医療業界に仕事回して票集めて大金稼いでる。オリンピックとかも同じ。だからスポーツ業界も結局組んでることになって、その規模の大きさにみんな立ち向かえなくなってる。ギリシャの物語集は今から約400年も前に日本語に翻訳されており、久しぶりに読み返しました。古代のギリシャが今の日本にも息づいていることを感じます。悲しい声に一瞬変わったでしょ。喋ってる声、古代ギリシャの物語を読み返し深い結びつきを感じられたといいます。先ほど口の動きで、本当に合いますって言ってたんですけども、負けましたっていうことを笑顔で言ってるんですね。で、もともとちょっと一旦止めて言いますね。次々、物事が動いているので。あれね、テレビ局側の人間が僕と接触させないように邪魔しようんですよ。で、あと、勝ち負け、負けましたっていうことを言ってるでしょ。で、あと、これね、どれだけ、読売ジャイアンツがダーティーかっていうと、この黄、オレンジ色の服を着てる時の公務、どうなってるか。だから僕が、カコちゃんをしっかりと、叱れる権利を持ってるんです。フミート様からいただいてます。誰？淡井圭介のこと嘘言ってると思ってる人間。叱っていいのよ。叱るべき人間に対しては叱らなきゃなんないの。ダーティーなことして金稼ぐから。これが読売ジャイアンツの正体よ。皇族とかがオレンジ色の服着てるとき、勝ち寄るんよ。バレたらそれ通用せえへんから。バレたの話や。今までの記録、なんで消したかったか、巨大な金が動いとおかれ。で、そこは、読売ジャイアンツはさらに、豊洲に移転した築地の空き地に新しくドームまた作る。パパラパや。エネルギーの残存量の問題なんか何にも考えてない。1年間で億超える電気代だけで、それだけ大量のエネルギー消費されてる。で、これは、30階建て以上の、ビルで特に、会社が入っていて、ただエレベーターが上下動いているところ、年間電気代を超える。6機8機ついているところ、しょっちゅう稼働しているところ。ここの有野第一タウンハウスという住宅は、ワンフロアに10軒しか家がなくて、4階までしかないんです。で、エレベーター、狭いから、まあ、あんまり、何か荷物の運搬にも適していない。で、まあ、一応地下はあれど、2022年で電気代1年間で41万超えなんですよ。
今最近、電気代上がったでしょ。まあ、かなりの金額になるでしょうね。だから、エレベーター使うやつほど、社会の常識からかけ離れてる。昔の公営住宅、だから昔の人の方が賢かったんです。公営住宅って、真ん中にこう階段があって、廊下なかったでしょ、昔の公営住宅って。で、階段が複数あったでしょ。ここも複数階段作ったでしょ。廊下がいらなかったんですよ。で、エレベーターなんかついてない、ついてない。で、人口はずっと縮小してるから、ビル高くしなくていいんですよ。海外から金持ってる人間が、日本国内に逃げ込んできて、家を持ってる。高額所得者。で、そのお金の元は、みんなの税金。金巻き上げて。ピンハネ。しっかりとした法律通りの給料払ってないから、どこも。僕は働きに行ったところで、法律通りに給料払ったところを見たことない。ホームページは淡井圭介の履歴から証拠とか見れるから。もういろんな人間は見た後や。今更不穏なんか通用せえへん。いや、今電波で不穏っていう声聞かせと、佳子さまの声、佳子ちゃんの声でね。17世紀に建てられた修道院を訪問されました。で、黒着せられてます。修道院なのか結婚式場なのかよくわからない。で、そこで花びら、バラを巻かれてるんですけども、真実のバラについて、佳子様は眞子さんから譲り受けたものを大切にしていて、去年のペルー訪問でもバラ投げかけられてる時に、の映像がなくなる。これは、省いてますね。だから自分たちがバレたっていう内容のものに関しては、出てきた、出てきた。これなぜかって言ったら、この辺の人間とすぐに握手する、その部分が省かれてる映像。淡井圭介がめちゃめちゃ怒ってるから。女性と握手してるんだけど、その前の、右手の男性の男と握手したり、髭の杖ついてる、杖持ってた、じじいが、あの人間とはまた別の人間に入れ替えと、もっと、ご高齢の人間。この男じゃない。もうちょっと違う人間。違う人間に差し替えと、淡井圭介に声出して叱られたら、めちゃめちゃ怒っと、お前どこの誰の女に手つけとんねんって。なんで手握っとんねんって。なんで腰に手回そうとしとんねんって。ああ、この赤いネクタイのやつ、ヘラ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 笑いよったやつや。淡井圭介に喧嘩売っと。な、法律知らんからこうなんね。挑発行為と侮辱行為や。それ何回もしてきた連中や。な、はっきり言って裁判こっちで勝つよ。佳子様が僕をね、結婚相手と認めなかったとしても、僕は勝つの、その裁判。わかる？佳子ちゃんから、将来を誓い合ってキスしてきたから、証人、真子ちゃん。で、それ、その二人だけだったら、証人として通用しないから、向こうが優位すぎるから、もうみんなの前で言ってっていうことで、神戸市立ホテルフーツラパークで、朝の朝礼でみんなの前で言ってるから。で、先本当にそれ言ってますっていうことを、口の動きで、こちらの声に合わせて言ってます。うん、今の、本当に向こうで言ってるからって。その音声を出せないようにしてる。ここはどこ？はい、日テレ、読売ジャイアンツ。なあ、ダーティーやろ？こんな方法でばっかり買ってたのよ。人じゃないよ。で、これ、カコちゃんの方から自分から手出してるから。淡井圭介が怒るの分かっていて、到着した時の映像が欲しい。だけども、見当たらなくなってる。もう削除したの、証拠。だから黒着せられてるんだよ。それ、何回も降りて、いろんな人間と手繋いでる。同じところ、建物に到着して、右手の方から黒い車から降りてきて、階段登っていって、いろんな男と握手してる。それ3回やり直してるから。撮影し直して。で、その男たち、格闘技業界、SP、黒い服着てる人間、エロ業界の人間。そこは、エロ業界と組んで金稼ぎしてる。どこの業界も同じ。ラウンドガール、あいつらの移動奴らや。
エロ業界や。エロ拾い取った奴らや。で、エロ業界の CM、ツイートやん。格闘技業界。どういうことやねん、これ。前も言うたやん、淡井圭介が。お前ら約束守る言うたやん。どこが守っとんねん。ええー、おい。世界のルール法律やな。民法720条。正当防衛や。1、2。第三者のためにも使えるんだよ。ギリシャの国民の人たちの税金巻き上げられてる人たちのために言ってるんだよ。あと他の国の人たちのためにも言ってるんだよ。そういうバカどもが増えたらこの世の中取り返し機関よりもうなってるんだよ。なってしまった後なんだよ。それずっと淡井圭介側の勢力で押し返そうとしてるんだよ。そいつらヘラヘラ、あの赤いネクタイのやつヘラ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 笑っとったやろ。あいつが今までどんな仕事してきてどこ行ってきたか。で、エロ業界のところの建物入ってきた。おお、そいつのヤバいっていう声聞こえてきとうわ。日本語に翻訳されて。これが本物の科学の力や。で、何人ぐらいでエロ業界の建物入ってったん。で、何人の女とやってたんや。淡井圭介のことバカにして淡井圭介が怒った時に、ヘラ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 笑って。で、テレビに出とったんやろ。はっきり言うよ、カコちゃんとかもテレビ出とうから。踊ってた方。サカグループ、多分。で、役者としても出てるみたい。負けって言ってたから。負けじゃなくてそれバレたって言わなあかん。テレビに出たら、嘘言うんが、うまくなる。だけども、見破れる人間からは簡単に見破れる。で、もう、多分パパラパなんていうやつ。文字見たらわかる。真面目な文章を書けない人間なんかもうどうせそう。あの漫画言葉が身についてしまった連中や。惰性っていう言葉、あれ惰性で生きてるっていう意味や。こうも一回こうもし始めたら、もうダメよ、エネルギーの残存量問題あるか、こうも言っちゃダメよって言ってんのに、ずーっとこうも言って挑発行為。カコちゃん自体がね。で、これは、それでも結婚希望相手はカコ様にしてるのは、カコちゃんにしてるのは、それはカコちゃんを信じてるから。自分たちが悪いことをしてるっていうことを世間に公にされたら、それで